公益社団法人日本青年会議所会員発掘会議議長の鈴木一茂でございます。今回は今まさに全国の青年会議所から注目を集める会員拡大大成功ロムである宮城ブロック一般社団法人泉青年会議所の七海理事長をですねお招きしてお届けします。ざっくばらんにですけれども、青年会議所メンバーなら誰しもが知りたい新たな仲間を増やし、持続的に地域と青年会議所が発展し続ける仕組みについてお話をいただきたいと思います。会員発掘、この言葉の通り従来までの拡大にとどまらない地域の人材を発掘する視点において本日お話をさせていただきたいというふうに思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。それでは七海理事長、まずですね自己紹介とともにですね会員数10年連続 33% 純増を達成された今のお気持ちに関して率直にお聞かせください。はい、私は一般社団法人泉青年会議所2022年度第49代の理事長職をお預かりしております七海拓也と申します。今日はこのような機会いただきまして誠にありがとうございます。率直な気持ちとしてはですね、やはり感謝ですね。今年度理事長所信として私は3本の柱を打ち立てました。その1本目の柱として1丁目1番地10年連続 33% の会員拡大の達成を掲げました。それを会員拡大委員会菅原和樹委員長をはじめとする委員会メンバー、そしてロムメンバーが会員拡大の意識を高め自分事として捉え取り組んでいただいたこと、また卒業された先輩方からも多くの候補者の方を紹介いただき入会に導いていただいたこと、そういったことがありまして感謝の気持ちが一番です。ありがとうございます。今あったその OB のご協力があるといったところで、我々その会員発掘会議として全国こうセミナーで回らせていただいている中で、こう OB の協力がなかなか得られないという話を多く聞くんですけれども、泉青年会議所さんでその OB が協力してくれるこの流れはどのような形でこう構築されたというふうにお考えですか。これはですね、おそらく10年連続ということがあります。当然9年8年というこれまで紡がれてきた思いというものがあります。それぞれ拡大というのが今泉青年会議所の組織の中で誰か拡大委員会委員長一人だけが拡大をする、その拡大委員会だけが拡大をするということではなくて、全体として拡大をするっていうもう雰囲気が出来上がっているということがあるんですね。で、それを今出来上がったわけではなく、これまでの2013年から 33% 会員拡大を行っているんですけども、そこからの紡がれてきた歴史というものがあります。その当時携わってきた先輩方が現役の頑張っている姿を見て、これだったらもう入会候補者として紹介してあげようという気持ちもあって、そういうふうに OB の方々からも支援をいただいている。また少し年の離れた先輩方々についても自分の息子たちですね、そういうお子さんたちを JC に入れたらいいんじゃないかといった時に、今の泉青年会議所頑張ってるからもう入れていいよというような形で紹介をいただくというのが多いと思います。ありがとうございます。やはりこう現状の取り組みだったり、この相手にしっかりこう伝えるっていうようなところが、この10年間をかけて、そういった仕組み になってきたのかなというふうに感じますけれども、これすぐに実現したいよ言った場合っていうのは、やはりこの OB とのその対話といいますか、その機会が必要なのかなというふうに僕も思うんですけれども、具体的にその泉青年会議所さんで OB とのこのつながりっていうものはどのようなその機会を設けているかって、もしあれば教えていただきたいですけど。そうですね、 OB の方とのつながりというと、懇親会という形で、交流会ですね、年に2回 OB 会があるんですけれども、泉青年会議所はその中の総会であったりとか、その理事会の場に我々現役を招待していただいて、そこでお話をさせていただく機会があったり、あと常日頃からですねOB の方と連絡を取っているメンバーがやっぱりおりますので、コミュニケーションの一環として、そこでいろいろ皆さん OB の方々も拡大についてアンテナを張っていただいていて、こういう方いるからどうっていうことで紹介をしていただくというのも多いですね。なるほど。これだからその10年前が、そういう状態であったかっていうところはいかがですか。そうですね、10年前というのが、私が入会したのが2015年になるんですけれども、その当時は2013年からということで10年連続で2013、14、15ということで拡大を続けていた年でもあるんですね、その時はその OB の方というのはどうですかね、その当時私は
それほど関わりが多かったかと言われるとそうではなかったのかなという思いもありますね、うんうんうんはい、やはりその1年から2年2年からまあ3年、うん、そして5年、うん、10年っていうふうな流れがですね多分現役メンバーの中でもこう生まれ始めて、はい、現役メンバーだけじゃなくて、OB もを巻き込んで、うんうんはい、この 33% という数値をですね、うん、毎年毎年こう積み上げてきた、うんっていうようなことでよろしかったですね。そうですね、はい、であとは我々の広報誌なんですけれども、はい、その泉青年会議所河原版ということで出しておりまして、はい、それは体内というよりもその先輩方に我々こういう活動をしているよというところでのいろんな発信をしている情報誌になるんですが、その中でも会員拡大というのを発信して皆さんにお伝えをしていただいて、はい、結構それが OB の方見ていただいてまして、はい、あれ見たよっていうことで声をかけていただくことも多いですね。ありがとうございます。10年間、うん、33% を拡大成功ロムといったところで、まあ、前代未聞だと僕も思いますし、なかなかこの10年間を達成するロムっていうのはこれからもこう出てこないのかななんていうふうに思っておりますけれども、ぜひこの一つ その積み重ねが翌年にまたつながって、それがまあ10年達成する、そして10年達成した、まあ、来年度もまた拡大というものをこう続けられる中で、まあ、その先のこう目標的なものがもしあれば教えていただきたいなというふうに思います。そうですね、今ロムの中でもですね、まあ、中期ビジョンということをどういうふうに作成していくかということがあります、うん、今年泉青年会議所は48周年という形になるんですが、45周年の時に50周年を迎えるにあたりというところの中期ビジョンを作成いたしました。その中で会員拡大についてはまず100名を目指そうというところが一つ上がっていたんですね、うん、で今48年目ということで50周年が見えて、じゃあその先をどうするかというのがこれからの課題ではあります、うん、でそこをどうするかというのは今今年度ですね、下半期から我々が考えていかなくてはいけないというところがあるので、今明確にこうだというところでは作成段階というところになりますでしょうか。ありがとうございます。従来 その拡大ってこう全国的に言いますと、あの我々もそのセミナーでもあった中でどうしてもこの手法を聞きたがる、うんうんはいはい、どうしたら人は増えますか、うんうんうん、最終的にその入れることがこう目的化されているっていうようなロムを多く、もうほぼ9割方のロムがですね、この入れることがこう目的になっているという中で、泉青年会議所がこの10年達成する中でですね、どういった拡大の目的といったものをこうロムのその一丁目一番地に据えてこう行ってきたかというような部分に関しても教えていただきたいなというふうに思います。はい、これはですね、掲げてきたといいますか、我々まあこれまで10年連続達成したというのはこれまでのトップの決意ということと、拡大担当委員会のやっぱりその情熱を持ってメンバーを巻き込んで行動してきたことということがあると思うんですね。で、拡大を10年連続 33% やりますということを掲げてそれをお話しする際に、泉青年会議所のために拡大をするんではないよというところ、拡大をする目的というのはきちんとお話をするようにしています。それは例えば会員拡大をしないと泉青年会員所自体が消滅してしまうから、うん、もしくは事業自体が行えなくなってしまうからという泉青年会員所のためだけではなくて、我々青年会員所は JCI ミッションにある通り、より良い変化をもたらす力を青年に与えるため、発展と成長の機会を提供することが使命となっているので、地域の課題を主体的に考え行動する人というのがやっぱり1人よりも10人、10人よりも100人と増えれば増えるほど社会に与えるインパクトというのはやっぱり大きなものになってくると思うんですね。また会員が増えると我々の運動の影響力というのも増えますし、でそういった新たな会員が増えることによって新たな気づきやその刺激も受けるということがあるので、そういったなぜ拡大をしなければいけないのかということをきちんとお伝えすると、その青年会議所の本質を知る伝えるということが重要じゃないかなとは思います。ありがとうございます。まあ、まさにそうだと思います。この増やすだけ その努力ではなくて、やはりその JC の理念ですね、誰のために何のためになぜこの JC 活動をするのか、まあ、そういった部分を我々もこの会議体として全国にこう浸透させる、まあ、そういった一つのこう担いをいただいている中で、泉青年会議所さんでこう具体的に何かこう取り組んでられる、実施されているこう拡大に対する、まあ、拡大だけではないんですけれども、はい、
そういった、ね、取り組みがもしあればご紹介いただけますか。はい、ありがとうございます。拡大についての取り組みとしてはまず拡大会議ですね、はい、なぜ拡大をしなくてはいけないのかというものをきちんと皆さんで話し合う会議の場、うん、そして泉青年会議所説明会ということで、うん、候補者の方に泉青年会議所はこういう組織だよということを説明する。あとはそれ以外には、まあ、その場ではないんですけれどもアンケートをロム内で取りまして、泉青年会議所、まあ、活動するためにあたってどういう思いでいるかで何を障害だと感じるかといったそういった部分 もう生の声を聞いてそれをまあ我々の今後の運営に生かすというようなことをやっています。まあ、やはりその理念浸透といった部分で、まあ、その浸透が徐々にこうロムのメンバーに浸透されている、うん、しっかり説明するべきものは説明をする、しっかり腑に落とすべきものをメンバーにこう腑に落とさせる、まあ、納得させるという部分 で、はい、でその結果ですね、どういったその何でしょう、ロムメンバーだったりその拡大の傾向だったり、まあ、どういったメンバーが増えたりだとかそういったその変化に関して、教えていただけますか。はいはい、まずですね、まあ、拡大会議なんですけれどもその中でよく思われるのが拡大会議で例えばノルマ 33% だと今年ですと33人というところだったんですね。33人を達成するためにどうしたらいいんだって、例えば一つの委員会に対してお前のところノルマ10人なって言った時に達成しないのはどうしたんだっていうようなところの詰める会議ではなくて、先ほど申し上げたようになんで会員拡大をしなきゃいけないのかっていうところをそのテーマを設けてみんなでその理念をしっかり共有していただく、理解をしていただく、で出ているメンバーだけではなくて出なかったその委員会のメンバーにも伝えていただくということ、そういったことをしっかりしていく、そういうことによってあだから拡大をしなければいけないんだということで、そのメンバーがこういう人いましたけどどうですかということで候補者を紹介してくれるというケースもありますし、最近ですとやはり歴の長いメンバーよりも歴の浅い新入会員の方々から参加して、まあ、自分のためになった楽しかったからこの人どうだろうということで紹介をしていただく、あとまだ新入会員なのでよく理解をしてないけど楽しいからもうこの人も一緒にちょっとやってみようよということで声をかけていただくって、そういうメンバー、アクティブなメンバーが理念を共感することによって増えてきたかなとは思います。ありがとうございます。まあ、やはりその拡大だけやりたいよと言ってるロムはまあ拡大できませんよと、うん、私もこうお伝えするんですけれども、やっぱりその入会に導くためのまあ道具だったりその商品っていうのはまあ霊界だったり事業そのものだと僕も思うんですけれども、まあその事業にその共感したメンバーが組織に対してやっぱりその納得する共感するっていった部分からまあ自発的に内発的に他者にこうおすすめできる今組織になっているというふうにすごく感じました。まあ、霊界もそうですし事業もそうなんですけど、その泉 JC さんがですね、この町にその地域に最もこう必要とされる組織としてどういったことをこうアピール本年はこうされてきたのか、まあ、事業の内容だったり、はい、まあ、どこにこうフォーカスを当てて、うん、まあ、社会その問題もありますけど解決もありますけれども、はい、どういったところでこう地域に必要とされる組織となるためのその運動を起こしてきたかっていうのも教えていただければ。ありがとうございます。はい、でこれは実はまあ今年度だけではなくて、やはり我々先ほど申し上げたように48年ということで明るい豊かな社会の実現に向けて先輩諸氏がこう挑戦をし続けたからこそ今の私たちがあると考えているんですね。でその中で我々今行政であったりとかあと関係諸団体、多くのステークホルダーの方々からいろいろ泉青年会員所さんが今までの信頼があるからこういうことをお願いしたいとかことを一緒にやりましょう、逆に我々がこういう事業をやりたいといった時に協力をしていただいているというのはこれまでの信頼があってからこそだと思っています。でその中で今年はですね、先ほどの3本の柱理事長所信の中で申し上げたように持続可能な社会を地域とともにということで掲げさせていただいたんですね。やはりその地域の方々と一緒に持続可能な社会を目指すために何ができるかということでのまちづくりの事業であったりとか、今年一つ我々の行政区泉青年会議所の活動エリアを仙台市、泉区、富谷市、大和町、大里町、大平村という5つの活動エリア、30万人の市民が暮らす町をエリアにしているんですけれども、その中の富谷市というところが人口5万人の都市がございまして、そこがですね、まあ、OB の方が我々の富谷市長は OB なんですけれども、その方といろいろ連携をしてやっていきたいところで SDGs の連携推進協定というのを結ばせていただく事業を行いました。そういったその町のために何ができるか、あと共に持続可能なためには
どういうことを一緒にできていくかというところで活動していたというところですかね。ありがとうございます。歴代とか OB だけじゃなくて、はい、まあ、行政、はい、まあ、ステークホルダーを巻き込んでいく、うん、まあ、本当にお手本といいますか、なかなかそこまでできるロムっていうのは、うん、まあ、国内探してもないのかなっていうふうに、まあ、もちろんその東京青年会議所さん、まあ、そのメンバー数が、うん、このビッグロムと言われる、うん、500人以上いるロムさんなんていうのは、まあ、そういったその力といいますか、まあ、勢いがありますけれども、まあ、泉さんもその今 33% を10年拡大して今約100名近くまでこのメンバーが上がってきた中で、まあ、そういった行政を巻き込んで、うん、やられてるっていうようなところにすごくこう全国にこう広めたいなっていうふうに僕思いますし、うんうんうん、この JC にはこの可能性っていうものがすごくあるというふうに思っていて、まあ、私も東日本大震災で、はい、まあ、避難生活を余儀なくされたっていうような過去がありますけれども、まあ、今こうして、まあ、七海理事長とこうお話しさせていただく、あるいはこの日本青年会議所のこの会員発掘会議のこの議長という役職で今ここに出させていただいているのも、全ては JC に入って、で JC はこう入るだけではダメで、やはり JC でこう背伸びをしてトレーニングをして前のめりでこう行動する、それがこう人の成長というか一回りも二回りもこう大きくしてくれるのかというようなところを本当に心の底からこう自負している部分があってですね、まあ、あとはその七海理事長が理事長としてこの入ってくれたメンバーに対しての対応だったり、まあ、どういったことをこう心がけているかというような部分をお聞かせいただけると。わかりました、はい、心がけているというところは、私はその今泉青年会議所の理事長職としてお預かりしている中で、やはりその副理事長、専務、制服メンバー以外の理事メンバー、あとフォロワーメンバーもそうですけれども、どうしたらもっと成長できるかっていう、その成長の機会をどのように提供できるかというのはやはり常に考えています、うん、やはり我々、まあ、私本日もそうですけれども、このように機会をいただく場がすごくあるんですけれども、それもすごく感謝しかないですし、その機会を私だけではなくてメンバーに対してどのように与えられるかっていうのはすごく大事だなと思っています、うん、ありがとうございます。先ほど別な会場でですね、ちょっとお話をさせていただいて、七海理事長も入会された時と今ではもうだいぶこう成長されて変わってるといったところで、うんうん、その原体験としてこの JC をやっていて、はい、すごくこう良かったなと感じること、うんうん、はい、もしお聞かせいただければ。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。先ほど実は泉青年会議所ということでお話しさせていただいて、それが候補者の方に青年会議所でこういう団体ですよって説明する場で、私も挨拶をさせていただくんですけれども、そこでお話しさせていただくのが、やはり我々泉青年会議所は人づくり、まちづくりを行い4つの機会を提供する団体ですということをお話をさせていただきます。その4つの機会の1つ目の個人の機会というところですね、はい、まずは研修とかさまざまなプログラムが青年会議所ありますと、その中でさまざまな方々との絆も生まれますということです。でそこで私に置き換えると、2020年に社業の方で経営コンサルのビジネススクールの方に通わせていただいたことがあったんですね。それは半年間だったんですけれども、確かにそのビジネススクールで学んだこと、まあ、数字の見方というのはすごく、まあ、ためにはなりましたけれども、青年会議所で学んだこと、1年間でマネジメントであったりとか、その人の巻き込み方、あとは物事の本質の捉え方というものを考えると、すごく青年会議所コストパフォーマンスがいいなと、うん、当然 JC のための JC ではなくて JC を社業に生かすことができるということもあります。で機会の2つ目がやはり地域の機会ですね、はい、その社会の奉仕、地域のために何か活動することができるということで、一般的に企業に勤めていた中でなかなかそういう機会がなかったんですね。でもその機会をいただいて、まちづくりの事業であったりとか青少年育成事業を行うことができるという機会をいただきました。また国際の機会ですね、はい、私国際の機会って入った時、2015年に入会した時にピンとこなかったんですけれども、2019年にロムの専務をやらせていただいた時に、まあ、いろいろアスパックであったりとか世界会議があるよと、で当時の理事長から、まあ、一緒に行きましょうという形でやって、海外ってすごくハードル高いんじゃないかなと思ったんですが、アスパック当時韓国のチェジュだったんですが、行ったらもう時間も費用もそれほどかからなかったというのがあって、で、あ、これだったらどこでも行けるなというところがあって、世界会議の、エストニアのタリンですかね、もう一人で現地集合で行って
て、そこでまあ皆さんと会ったというのがあります。そういってそこの現地でいろんな国際のメンバー、国際青年会議所の一員として少し触れ合うことができたということがあって、あとは世界の情報も知ることができた、まさに国際の機会を生かすことができたなと、うん、最後のビジネスの機会ですね。これは直接仕事につながるということではなくて、サマーコンファレンスのような少しちょっと先の情報を生かすこと、取り入れることができたりとか、国内だけではなくて世界の情報も知れることができる。例えば今当たり前に皆さんがつけているこのカラーホイール SDGs、 これも2019年に日本青年会所は日本一 SDGs を推進する団体になろうというところがあって、今では当たり前ですが2019年当時そうでもなかったと思うんですよね。もしくはあと MDGs の時代からいろいろ青年会議所は携わってきたということがあります。でそういったものを私は社業に生かすことによって、2015年の入会当時は、まあ、実はサラリーマンだったんですけれども、今今年はグループ会社として持ち株会社の役員、そしてその子会社の代表を務めさせていただいております、うん、なので JC 社業、まあ、あと家庭というところで、うん、全て連携してうまく回せているというところが今だと思います。そういった意味で成長できたなとは思っております。まあ素晴らしいですね。私もまさにですね、2020年にその理事をさせていただいた時にですね、まあ、その年にご存知だと思うんですけど、その石田歴代をですね、うん、回答としてこう排出する年に大きなそのまた担いをいただいたんですけれども、まあ当時まあ3月からそのコロナが蔓延し始まって、なかなかこう活動ができない中でですね、私その年初からこうメンバーに伝えていたことっていうのがありまして、これ石田歴代とこう同じようなタイミングで、そういうことだよね、 JC やるのってこういう意味だよねっていうようなところをずっとこうお話ししてた部分で、まあ、それが JC 何のためにやるのって言った時に、まあ、社業の繁栄、まあ、これはもちろんですね。で隣人の幸福、これはご家族だったり社員だったり、まあ、あと友人知人ですね、はい、隣人の幸福、そしてその最後に地域の発展で、我々は一度その地域を失いかけたロムだったので、まあ、ここはふるさとっていうのは唯一の心の拠り所だといったところで、我々が大変な時だけれども青年会議所を解散あるいは休会してしまったら、私たちの生まれ育ったその大切なふるさとっていうのがなくなってしまうんじゃないかっていうような危機感を持ったわけですね。だから当たり前っていうのがこうどれだけ幸せかっていうようなところを身をもってこう感じた上に、 JC をなくしたら自分たちのそのふるさとが、まあ、次世代子どもたちにも残せないというような危機感があって、まあ、そういった意味で、みんなでこう頑張ってふるさとを残そうと、まあ、そういったところでこう踏ん張ってこう今まで続けてこれたというような経緯があるんですけれども、まあ、何事にもやはり、自分最終的に自分に返ってくると、うん、JC はで自分が成長することによって会社の成長だったり隣人の幸福、まあ、家族にも落とせる、先ほどのそのSDGs じゃなくても早い状況でその情報が入るわけですよね。だからそれをやり方によっては他者にこの差別化ができる、一時的な、何年前かからやってたよね、だからうちの子供なんかもですね、この SDGs を今勉強し始めてるんですけど、まあ、当時はなかなかこう飲み込めない腑に落ちない部分があったんですけど、まあ、綺麗なバッチだねっていうぐらいのレベルだったんですけど、今夏休みのその宿題で SDGs のこう勉強するというのを聞くとですね、本当になんか JC で、この知り得たものを家族に落とし込んだものが今まさに、まあ、学校の教育でも取り入れられてますので、まあ、そういった部分がこの JC っていうのはすごく魅力があるし、まあ、可能性が無限大であるなというふうにこう感じております、うん、ではですね、続いてメンバーを増やすというその目的を最上位のこう位置づけをした時にですね、まあ、全国にはこのスーパー拡大プレイヤー、まあ、拡大モンスター、まあ、そういった方がおりまして、まあ、この拡大っていうのは実はその一過性であって、こう属人的なもの、まあ、持続的な手法と手法ではないというふうにもこう捉えられると思うんですけれども、その中でこう拡大成功に役立つ、まあ、その泉青年会議所としてのその仕組みだったりその仕掛けなど、毎年その単年度制で拡大担当者がこう変わったとしても、その拡大の流れがですねこう続く、まあ、そういったメンバーがしっかりこう成功を収められるこの秘訣というものがあればお聞かせいただければというふうに思います。はい、
拡大を成功させる秘訣を教えてくださいということでこう聞かれることがあるんですけれども、そのものすごく特別なことであるとか、これをやるとすぐ会員が増えますというような魔法のようなものというのはないと思います。私が2015年に入会した当時ですね、先ほど申し上げた2013年からの10年連続ということで14年15年ということで拡大を続けていた継続していた年でした。その時私は入会した当時は会員拡大についての意識はあまりなかったということがあります。ただ事業や例会委員会に参加する中で青年会員所ってこういうところだよっていうこの組織について触れ、また所属委員長から候補者今集めてるからリストアップしてくれないかということでお声掛けをいただいて、その時よくわからないまま、なんとなくリストアップをしていたという形になります。ただそれ以降青年会員所はこういうところですって本質を知る機会であったりとか、拡大会議の中で拡大は何のためにするのかっていうのを意義を理解する場がありまして、そのことを理解して、あ、これだったら紹介していきたいなというところでの思い、そういうのが私だけではなくて組織としてのみんなに伝えるという風土が出来上がっていたと思います。その先ほどの拡大担当で拡大モンスターという方も当然今まで泉青年会議所でもいらっしゃったんですけれども、ただその人も一人だけでやっていたということではなくて、その人がうまくメンバーを巻き込めていた、そういうことがあったからこそ拡大が成功できたということがあります。であとは人に自信を持って進められるというその組織変革というのも行っていました。なのでやはりなぜ拡大をしないといけないのかっていうことを自分事として捉えて、あと人に勧められる組織であるということが大事ではないかなと思います。はい、ありがとうございます。よくですね、全員拡大、全員拡大、全員拡大っていう言われる論文がこう多い中ですね、やはりその全員拡大の対極には合意形成があって、その中に共感だったりその納得っていうものがないと、なかなかこう内発的に他者にこう進める組織にはなれないといった部分で、そういった部分をこう大事にされているといったところで、こう拡大モンスターがいないと拡大ができないんじゃなくて、組織自体会員一人一人が組織に対して その共感がある、そういうメンバーが一人でも多いと必然的に拡大が自然とこうできるようになるといった部分だったかというふうに思います。でその中でさらにですね、理事長にお聞きしたいのが、その仕組み化するまでにですね、もうここの部分だけは意識した方がいいよと、その仕組み化するまで、全員拡大になっていくまでの流れの中で、ここの部分だけ、意識して、強く皆さんにこうお伝えしたり、こういう行動を取るとそのうまくいく、将来的にうまくいくよと、あるいはもう気をつける部分、というものがあれば教えていただければと思います。分かりました。まず全国の拡大の事例であったりとか、あとは日本青年会議所でも会員拡大マニュアルというのを作成しております。でその中で、当然我々泉青年会議所もそうですけども、トップである理事長の大号令であったりとか、ロードマップを作成する、組織として拡大をするために拡大会議を行うといった手法は多くあるかと思います。でその中で2020年コロナウイルス感染症が拡大をして、候補者と会うことができない、懇親会、交流会をすることができないといった状況になり、泉青年会議所も大きな判断を迫られる時期がありました。しかし、その当時の会員拡大委員長や歴代の拡大担当委員長の強い思いがあり、懇親会や交流会がなくても、例えば会社に伺って少人数でお話をすることができるということで行動し、その当時8年連続 33% 会員拡大を達成しています。やはりまずは行動すること、何ができないかということを考えるのではなくて、何ができるかを考えるということが大事だと思います。でその中でですね、実は今日その2020年会員拡大の委員長として務められた、今2022年ですと私の専務をやっていただいている茅場陽介君が来ているので、もしよろしければお話の機会いただければと思います。はい、ぜひぜひ、はい、先ほど七海理事長からご紹介いただきました2022年度専務理事の職をお預かりしております茅場陽介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私2020年度にですね、会員拡大委員長を仰せつかりまして対応活動をさせていただいておりました。2020年度はですね、皆さんもご存知の通り、新型コロナウイルス感染拡大によりですね、全国のロム様でも会員拡大の方を大変苦労された年だっ
だったと思います。私の泉青年会議所もですね、当時8年連続 33% 会員拡大を挑戦をさせていただいている年でありまして、皆さんと同じ新型コロナウイルス感染拡大によりですね、大変苦労の多かった年でもありました。そうですよね。先ほど私もお話ししたんですけど、私2020年にその理事長させていただいて、でまあスタートしましたって京都会議まではできたんですよね。で、はい、まあ2月後半にかけてコロナが蔓延して、もう本当に生活様式がこう一変するような中で、本当に拡大、まあそもそも JC 運動すらできるのかっていうような状態の中で、まあ具体的にその専務がですね、当時その苦労した部分っていうものをですね、教えていただければというふうに思います。はい、ありがとうございます。やはり一番苦労したのはやっぱり未知な感染ウイルスの感染拡大でしたので、やはり人と会うというところが、うん、かなり、私は良くてもやはり相手の方が会えないと、情報もですね、マスコミの情報だけが頼りだった世の中で、不安な部分、人に会うって感染するのに不安な部分っていうのがやっぱ強かったっていうのがやっぱり皆様強かったと思いますので、その辺ではやっぱり人と接触するっていうのが一番難しかったですね。うんうんうん、そうですね。全国的なお話を聞いて、やはりその対面で勧誘というかその JC をお伝えするのが、まあ拡大としての、はい、まずその行動化の第一歩だよというふうな教えがある中で、この人との対面ができないといったところで、なかなかそこでずっとその手法を使って行われてこられたその泉青年会議所さんのやり方、ましてや8年間続けてきたこの先輩から、歴代からのその思いといったものがある中でですね、最終的にその成果が出たといったところで、その成果を出すために行った具体的な例だったり、まあそのエピソードというか、そういったものをお聞かせいただければというふうに思います。はい、ありがとうございます。やはりそうですね、宮城県仙台市の方もですね、4月5月とやはり感染が拡大し続けておりまして、当時、ロムの方でもですね、活動停止の判断を1ヶ月した中ではありました。ただですね、私もその時に、そのお話をいただいた時にですね、もちろんこの8年連続を途絶えさせてしまうのかって一瞬不安をよぎったんですけども、やはりそうはできないというところもありまして、あとはですね、やはり歴代拡大委員長の諸先輩方からのですね、熱い思いをですね、いただきまして、なんとか達成するにはどうしたらいいかって考えてて、やはり夜、もちろん飲食店もやはりまん延防止措置とかの影響もあってですね、やはり営業されてない中でどうやったら人と会えるかっていうところ、あとはその相手もですね、大勢じゃなければ会えるっていう状況に少しずつやっぱりなっていったっていうのも大きなところでありまして、そしたらこちら大体ですとやっぱり 2,3 人で数人でお会いするのが例年の対応だったと思うんですけども、あとはその飲食を伴いながらとかだったら、もう今の時代に即したやり方を考えて、相手の方がですね、了解をいただければもう会えるってなった時にもう一人で会いに行ったりとか、まあそれをあとは担当ラインの副理事長室長に報告をしながら、情報共有しながら、ご紹介いただいた方、あとは連絡をいただいた方にお会いするようにしていったっていうのがまず一つ。あとはやっぱり事業年間のですね、事業計画もやっぱり一部修正になったのもありまして、やはりその同期委員長ですね、まちづくり委員長はじめ各委員長の皆様にもご協力をいただいて、紹介をいただいたっていうのが多分一番大きかったところでありますし、やはり先ほど七海理事長も多分おっしゃってたと思うんですけれども、やはり全員でやるっていうところを再認識できた機会でもあったかな。やっぱり自分自身だけでは、担当委員長だけではできないことが、やっぱりみんなの力を一団結すれば、その情報紹介者の情報ですとかリストの作成もそうですけど、やはりそこが一番でかかったのかなっていうところがあります。でやはりその8年間続けてこられた、まさにですね、その泉青年会議所がもうチームとしてこう成り立っているといったところで、私も先ほど話をしましたけれども、東日本大震災で
まあ、当たり前の生活を一回失った。でその経験をもとにですね、まあ、今回そのコロナこのパンデミックによってまた私生活を一度こう失うような形になったんですけれども、浪江 JC もですね、まあ、あのコロナが来てもすぐにこう対応する、まあ、あの歩みを止めないということを常々私も理事長としてお伝えをしてました。で最終的な目的を変えずともこの目標というかあのその手法というのはコロナだからこそできるものというのもこれはメンバーで対話を重ねる中でこう出てきたんですね。なので我々も2020年度には会員数もそれなりに拡大はできました。これはやはりその拡大担当者だけではなくてメンバー一人一人がですねこの組織には仲間が必要だといったところでその歩みを止めない諦めないといったその行動こそがですねその拡大の達成につながったんだというふうに今あの共感しました。本当にお疲れ様です。いいえ、ありがとうございました。はい、理事長最後にですね、はい、全国の悩める拡大担当者の皆様にメッセージをいただければというふうに思います。はい、本日お話しさせていただいたことが絶対ではないと思います。ただ少しでもお役に立てれば幸いです。全国にはやはり同じ状況やっぱり悩んでいるロムがあると思います。でブロック内で似た地域性がなくても全国には同じ地域性があると思います。ぜひ青年会議所のスケールメリットを生かしていただいて同じ地域性で成功しているロムに聞いていただくというのも一つだと思います。同じメンバーなので無限にされることはないと思います。また日本青年会議所の会員発掘会議のように拡大について支援をしていただいている委員会もあるのでぜひそういったものを使い倒していただければいいのかと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。本日はですね一般社団法人泉青年会議所より七海理事長をお招きしてまさしく会員拡大に向けた成功のストーリーをお聞かせいただきました。属人的ではなく組織全体がこう長らく採用できる仕組み、まあ、言葉にすると簡単かもしれませんけれどもメンバー一人一人のそして町のロムのストーリーが必要です。町をより良くする人材を全国の JC メンバーの皆様と共に発掘し青年会議所の運動にも共感を持っていただくそのような会員拡大のあり方をあなたと共に作り上げていきたいというふうに思います。ぜひ一人でも多くの仲間を増やし地域にインパクトを起こしたいというロムの皆様我々の会員発掘会議ぜひご連絡をいただければというふうに思います。本日は誠にありがとうございました。